別館は初めて宮崎先生とお伝えします。楽しみにしてました。宮崎先生は金沢のご出身でいらっしゃって、はいはい、私初めて金沢、初めてというか金沢の駅、はいはいはい、あれに感動しました。いや今ね新幹線が通ってね、東京から2時間半で行っちゃうんだよね、はい、私が最初に上京した時なんてのは汽車で、余儀車で11時間かかりました。長いですね。それで高校時代はね、余儀車で来て、はい、東京の予備校で受験じゃない、テストを受けて、でまた余儀車で帰って、その日の授業に出たということを何回か繰り返しました。何しろね、金沢には予備校がないんだよ当時ね。あ、そうなんですね。でもう上京してこれで57年ですからね、はい、私にとって金沢っていうのは外国ですよ。なかなかじゃあ地元に帰ることってもうほとんど今ないです ね、ま、両親が生きてた頃は年に最低3回、はい、多い時は10回ぐらい行ってましたけど、なんだかんだ用事があるしね。そうですね。で実家の方は弟が継いでくれたんでね、はい、それが良かったんだけれど、うんうんうん、弟も去年先に行っちゃったもんですからね、いよいよもってあれですね、寂しくなりますね。同級生も半分以上はもうあっち行っちゃってるから、でも金沢の駅の立派というか、うん、匠の技がもう結集したような素晴らしい、夜はライトアップして美しいですし、外国の方はびっくりしてますよね、うん、今ねコロナでこの2年間観光客いませんけどもね、うん、あ、そうですね、本当に京都に次いで観光客多かったんで、うん、いや、だからそうだと思います。金沢中ホテルが建ってね、あ、いっぱいホテル建ってますね。もう確かに安いですよ金沢も今京都が今ホテル安いんですよ、ご存知でした？いや本当に安いんですか。観光ブームの時なんてさ、はい、1泊2万円ぐらい取ったところが、しますよ普通に。今7000円、下手しなくても6800円ぐらいで泊まれる。話はそれであなたは青森の人だよね。私は青森で、青森にもすごい駅があったりしますけど、ね、青森の駅で今思い出したですよね、亀ヶ丘駅、ね、はい、あれは縄文土偶のこの目玉の大きな土偶そのものが駅でしょ、駅になってますよ、ドーンと大きく。ぜひ皆さんクリックしてみてください、画像をご覧いただくとびっくりします。とってんたまげますよ皆さん。話ちょっと寄り道しますがね、はい、縄文土偶はみんな植物をデフォルメしたっていう説が今出てて、ちょっとブームなんだけど、あれはね、あれはちょっと間違いだと思う、はい、そういう解釈もワンドグ全部としてあるだろうと、でもね、土偶っていうのは儀式、特に葬儀の時に使ってそれ叩き割ってるんだよね。だからみんな土偶っていうのは完全な形で出てこないでしょ、バラバラでしょ、それから亀ヶ丘の土偶は目玉っていうのは、大きいですよ、ね、あれ、はい、なんかほら遮光器サングラスだって言ってる人いるんだけど、あれ違うんですよね。目玉は古代人はここに神が宿る、という信仰で目玉大きいんですよね。はいはい、まあ、それからほら青森って言えば何たって、三内丸山遺跡があるじゃない、はい、青森市内は子供時代でもそうなんですが、なんかこう掘るとこういろんなの出てきてましたよ。いやあれはね、はいはい、江戸時代にね、菅山澄というやっぱり地質学者がいて、はい、ですから1700年あたりでもう出てたんですよ、ゴロゴロ出てて、もう江戸時代にそれ有名な話だったんだよね、はい、でそれみんな忘れたわけで、そうですね、それが1970年代だったかな、ブルドーザーで団地作るぞってブルドーザー掘ってたら、はい、あんな三内遺跡が出てきたの、ね、びっくりしますね。あれでね、日本の本当にさっき申し上げました、戦後のね、左翼の歴史学者みんな、立場なくしたんですよね。そうですよ ね、要するにそれまではトロ遺跡、静岡の、はい、あれが日本で古い、一番古いところだって言ってたじゃない、はい、とか三内丸山が出てきた能登半島に真脇遺跡って出てきたんです、ね、三内丸山は1500年しか続いてない、能登、の真脇遺跡って実は4000年続いてるんです。すごいな。だから古代王国っていうのは本当にね、日本海側にあったの。
栄えてたんですよね。そっちがね文化の中心でもあったんですよね。そう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 なんですよ、うんうん、いやそれはほら外国との交易っていうのは、みんな日本海がやってたんだから日本海側ですもん、はい、だからしょうがないですよね。そまあしょうがないというよりも、そういうところがだん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 ね、古代史がひっくり返ることによって、それ遺跡の発見によって、それでだん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 その戦後誤った歴史教育っていうのが徐々に徐々に塗り替えてる、ということなんだけれど、まだ、あの向こう様っていうか左の人が強いのはなぜか、なんでそう、学閥、学閥、学閥、つまりね東大教授でもどこでもいいんだけど教授になろうと思ったら、ついた先生の学説を否定できないじゃない。否定したら、あの教授会で跳ねられちゃうじゃない。そういうところかで、みんなもうほとんどね信じてないと思うんだけども、あの先生に沿った説を怪我さないようにして、それでちょっとはみ出して違うことを言って、でそれがね今またどんどん変わってきたんですよ。そんなことを全く無視した新しいあの書き手が出てきたから、歴史学で。だからこれね楽しみですね。あの今までほら在野でね正しいこと言った、例えばほら田中秀道先生なんか在野で正しいこと言ったってさ、あの歴史学会は相手にしないじゃない。本当に狭いあの利権、ね、利権社会なんだあれ。そういうことなんですね。そう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 、やっぱりね。だから、あのもうちょっと極端っていうかね、言えば邪馬台国とか卑弥呼とか、卑弥呼とか、ね、そんなのその古事記に一行も出てないんだから。出てきませんよね。卑弥呼がね神宮皇后だったみたいなことがね、なんか世の中でこういろいろ書いてる方もいますけど、ちょっとどうなんですかねっていう気がしますけど、私。いやだから邪馬台国はどこだってね、あの非常に無意味な論争なさってますけど、邪馬台国ってなかったんですよ。で卑弥呼というのはあれ日野巫女、はい、日の巫女、それがなまって向こうはあの嫌な字を当ててるわけよね。あ、もうなんか貶めるような字ですよね。そうそうそう、もう嫌になっちゃうくらい全て貶めてるんだよね。あのそういうことがだん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 これからもなくなっていかなければいけないし、まあ、そのためにもねいろいろ私たちの啓蒙活動が必要だと思いますよ。特にその古事記なんかもう一遍そのレコード出したらいいんじゃないかな。そうですかね、ちょっと高いかなと思い、2800円プラス税なんですけどね。いや 今2800円って全然高くないですよね。そうですか。今まだあるのかな、在庫あるのかどうかわからないんですが、だからあの再販でね聞いていただきたいですよね、もうあのいやいや今日は本当にいろいろ学ばせていただきました、ありがとうございます。先生何をおっしゃいますか、私の方がいろいろ学ばせていただきましたし、いやいや、もう古事記のお話も、ね、レコードが出てる、レコードじゃない CD が出てるってこと今の今まで知らなかったあの古事記の読み手はいるんだけどもね、はいはい、あのついこの間まではね、あれがいたんですよ、あの太平記の読み手ってのは辻々に立ってね、で太平記読んでるわけでしょ、でみんなあの中世の日本の歴史ってのは太平記の通りだと思ってるんだけど、あれもまた違うんだよね、ですから源氏物語ってのは再来年のいよいよ大河ドラマらしいですけどもね。そうですね、そうですね、あのちなみに来年は徳川家康、わあ楽しみで、徳川家康もやっぱり評価変えなきゃいけないと思うね。あれはたぬきじじいじゃないですよ、あの人が近代日本を作ったんだから。そうですよ ね、 あのね貨幣の統一、つまり統一国家っていうのは政治の一元化、貿易の一元化、だからキリスト教を禁止して、もう一つあるんですよ、貨幣の一元化っていうのはぐじゃぐじゃあったのを徳川家康は小判一つにして、これは江戸幕府のお墨付きがなければ通貨とは認めないと、いうことまでやってね、それでもう一つは法治国家、つまり武家諸法度と禁中並びに公家諸法度作って、これ当時の憲法じゃないですか。あのそれでそれは奈良時代の大宝律令からのね、いわゆる品風の掟をひっくり返したんだから、あのまあそういう意味でね、徳川家康っていうのはちゃんと評価できる時代に、まあ前からあの評価してる人はしてるんだけど、どんどんなってきたなという気がしますよ。先生は戦国武将のこともお詳しくていらっしゃいますからね、そういう話もなんか次回してみたいなと思いますね。そうですね、私、まあ、あの徳川家康の時にやりましょう。そうですか。あ、そうですね、でももう来年ですから、あのね、私は秋に徳川家康500年の孤独っていう本を出しますから、まあ、一応原稿は終わってるんだけど、期
待しましょう、徳川家康500年の孤独ですね、はい、正確に言うと480年なんだけど、まあ、500年ですよ、はい、はい、そちらも楽しみにしたいと思います。では名残惜しゅうございますが、本日の別館は以上です。また近々、はい、ぜひ一緒にご一緒したいと思います、はい、先生ありがとうございます、はい。